お疲れ様です。それでは今日の仮想通貨暗号通貨なんですけども、このコインゲッコっていうね、ランキングサイトがあるんですけども、私はここを主に見てるんですが、前回はね、このコインゲッコのマニアックな使い方の、この2023年仮想通貨業界年次レポートっていうのを解説しました。ここをクリックすると、そちらの方見れますんでね、よろしかったらご覧ください。で、今日はね、最近資金の流入が著しい、この時価総額の方行ってみましょうか。このグラフを見てもわかるように、急速に資金が流れ込んできているのがわかると思います。まあ大体ね、この仮想通貨業界って、まあ10年以上前ってのは当然なかったんで、時価総額はゼロだったわけですけども、そこからね、とてつもない勢いで資金が入ってきて、もう今ではね、仮想通貨全体が、先進国の、主要予算ぐらいに伸びてきてるんですよね。一時期は日本の国家予算と並んだみたいなニュースがありましたけども、あれは正確に言うと日本の一般会計100兆円に並んだぐらいのニュースだったと思います。今回はね、それよりもだいぶ大きいですけどもね、こちらの方ちょっとクリックしてみましょうか。はい、そうすると時価総額がこうやってね、伸びていっているのがわかります。おおむね2014年からスタートした暗号通貨業界ですけども、最初はね、2017年までは全然鳴かず飛ばずで、一部のマニアックな人がね、ビットコインは将来10万になるんだって言ってたのが懐かしいですよね。で、それから2018年に一旦、高騰が起きまして、まあ、いわゆる、なんかあれですよね、出川、現象みたいなのがあったんじゃないかなと思いますけども、そこから暴落して不意の時代を迎えるんですが、不意の時代って言ってもね、それまでのこの2014年から2017年の水準よりは高かったわけですよ。で、2020年。ね、2020年っていうと、例の感染症騒動があった頃ですけども、その後で各国が経済が動かなくなったことを憂いて、財政出動をね、バンバンするようになったんですよね。まあ、そうすると、その余剰資金が仮想通貨の業界にも流れて、市場稀に見る高値をつけたわけですね。それがこのギザギザの山です。で、こっからヘッド&ショルダーなんですよ。高値圏での。ドーンと暴落していったわけなんですけども、暴落したって言ってもね、もうすでに2022年っていうのは、それまでの低水準の頃よりは2倍も3倍も市場規模が大きくなっていって、これで暴落っていうのかなっていうふうに私はまあ感じたわけですけどね。で、2023年では堅調な推移を見せてきて、また最近大きく山を作ろうとしてるんですよね。2024年。もう今までない水準のところまで近づいてきてるかなと。もちろん、まだ出来高的にはね、史上最高値までは行ってないんですけども、まあでもね、暗号通貨仮想通貨の業界では、まあ、トップ10%、20%の価格のところまではもう迫ってきたかなっていうところなんで、やっぱり、ね、動きの少ない時、目立ってない時に仕込んだ人が、今ね、大業を得てるような感じじゃないかなと思います。昨年の、だってね、2023年の1月ってビットコインが暴落して250万とかいうとてつもない価格をつけてね、もう終わったんじゃないかなって言われるような人が結構出てきたりとかして、仮想通貨なくなるんだみたいなね、まあ不安を感じた人はそういうニュースばっかり見るんですけども、逆なんですよ。ビットコインが安くなったってことは値頃だと思ってね、余剰資金を持った人が買いを集中させるんですよね。実はどっちかっていうとお金がない人がね、慌ててビットコインを決済して現金にしちゃうんですよ。で、そういった方っていうのはいつも高値掴みして安値売りをするから資金が減るばっかりで、暗号通貨もう終わったみたいなね、そんな感じになっちゃうんですけども、そもそも暗号通貨を売らないといけないような状況になってる人っていうのは資金的にきついわけですよ。で、そういうふうな余剰資金じゃなくて生活資金を入れちゃってる人っていうのは、まあ、相場に行き詰まってね、まあ、金持ちの家門になってしまうっていうのは、まあ投資業界の世の常ですよね。はい。それで今ね、しっかりと2023年で資金を余剰資金をね、暗号通貨に交換できた人っていうのは、今、ちょっとウハウハ状態になってるんじゃないかなってところですね。まあ、それがこのグラフで見えるわけですよ。だから、どこで金持ちが生まれて、どこで、なけなしのお金をなくした人がいるのかってことは、このグラフで一目瞭然なんですよね。はい、2014年から2017年を暗号通貨を意識しながらずっと生きてた人ってのは、最近はね、ああ、なんかすごいお金って余ってるもんだな、金余りなんだな、世界は、みたいに見えてるはずです。ここ数年で入ってきた人、特に2021年とか2022年に暗号通貨に入ってきた人っていうのは結構きつい思いしてると思いますよ。なんか昔は良かったみたいなね。バブルの時代を懐かしむような、まあ、そんな心理状態なんじゃないかなと思います。下の方に行くと、
追跡されたコインの合計数ってありますけども、これはコイン月光でね、見ることができるコインの総量ですね。1万2900トンで1銘柄あるってことですよね。まあ、その他、細かい数字をあんまり言うとね、頭が痛くなるんで、また別の機会にしましょう。で、これがドミナンスチャートなんですけども、どういうことかっていうと、暗号通貨の業界で最も支配権を持ってるのは、言うまでもなく、ビットコインですよね。で、次がイーサリアム、USDT、BNB、ソル、XRP、ADA、同時コイン、その他っていう感じで分かれてますんで、そのグラフをそれぞれ見ていただければと思いますね。ドミナンスがこう変わってきてるでしょ。だいたいこの主要コインっていうのは、同じ割合で増えて、同じ割合で減っていくっていうね。まあ、そんな感じになってますね。で、デファイです、今度は。デファイの時価総額チャートですね。分散型金融ってやつですけども、わからない方は、まあ、ここはすっ飛ばしてください。というよりも、ここも詳細な説明をするとね、頭痛くなりますんで、飛ばしていきましょう。で、ステーブルコインの時価総額チャートですけども、まあ、ステーブルコインってね、USDT が有名なぐらいですよね。テザーってのもありますね。USDC ってのがありますね、なんかね。で、ダイっていうコインとか、フラックスっていうのとかね、USDD とかね、この辺は私知りません。まあ、興味がないんですよね、ステーブルコインっていうのは。 ステーブルって結局、そのペッグしてるコインっていうことなんですけども、暗号通貨には必ず経費がかかるんで、ペッグって言ってもね、絶対イコールじゃないんですよ。だから若干、経費分が損失を出してるわけなんでね、あまり信じてもいけないのかなというふうに思うんですけどね。で、アルトコインの時価総額チャートですけども、まあ、アルトコインってのは言うまでもなく、ビットコイン以外のコインのことです。まあでも、ビットコインなくしても、大体このチャートはね、グラフが同じような形をとってますね。はい、それでね、まあ今日の話題の最後にしようと思いますけども、この API のことなんですよ。ね、API ってのはどういうことかっていうと、アプリケーションプログラミングインターフェースっていうね、長々しい英語をこう頭文字取って API って呼ぶんですけども、これはサービスの機能の一部を外部に共有して、お互いにデータのやり取りをするための仕組みということですね。まあ、訳してもよくわかんないでしょ。 まあ、つまり、メタマスクとか、イーサスキャンとかね、クリプトドットコムとか、レジャーとか、チェインリンク、こういったところとデータのやり取りをしながら、コイン月光ってのはできてますよってことですよね。まあ、ですんで、取引先みたいなもんですよ。ここの情報と、コイン銀行の情報っていうのは相互にやり取りしてますんで、まあ、なかなか信頼がおけるでしょってことなんですけども、いやいや、メタマスクはインチキなんだよっていう方はね、コイン銀行もなんかインチキなとこと組んでるよっていうふうに見えるかもしれません。何をね、信用するかっていうのは本当個人個人分かれてきますし、そういうもんなんですよ。誰かが言ったから信頼できるとかね、どっかに承認されてるから信頼できるっていうのは、まあそれをね、信頼のバロメーターにするのも仕方がないんですけども、なかなかね、何かを盲信するのは危なっかしいかなと思いますんで、やっぱりね、信頼の向こうに詐欺があると思って、ああ、ちょっと信頼しきっちゃったってことは、いつでも足元を救われるんだなっていうふうに思った方がいいですね。警戒心は解かないようにしていきましょう。まあ、本当に、仮想通貨ってのはね、仮想ですが、バーチャルな世界ですからね。まあ、いつ夢から覚めるのか分かんないぐらいの感覚で見ておくのがよろしいかと思います。はい、それでは今回は以上です。